はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。先日ですね、私の誕生日だったんですけれども、なんとですね、知り合いからこのクッションをいただきました。めちゃくちゃ不気味だなって感じがねして、はい、なんか自分だとすごい不気味です。ただなんか、ね、すごいね、抱き心地はいいんですよ、めちゃくちゃ。このですね、クッションをですね、抽選で1名の方にプレゼントしますと言ったら、皆さん応募していただけるでしょうか。ちょっとですね、このクッションの取り扱いに困っておりますので、何か欲しい人がいればコメントでも書いてください。抽選を検討します。で、ですね、今日は、不動産業界で役立つ資格7選紹介ということで、レックさんの、ね、企画を、ご紹介していきたいと思うんですけれども、不動産業界で役立つ資格、どうですか、これいいですか、このままで抱いたままでやっていきます。不動産業界で役立つ資格7選、はい、宅建士、これもね王道ですね。209,681人ですね、受験して15% 合格するということで、主な仕事は重説ですね、重要事項説明というのをやっておりましてですね、宅建士そのものは合格して登録までね、実務経験2年必要だって言われてるんですが、実務経験を補う研修があるので、実際はねすぐに登録することができます。で、宅建士はね私も持っておりますけれども、やっぱりねサラリーマンとして働いている時は宅建士のその資格手当が神で神で、仕方なかったんですよね。本当にコスパがいいなと思います。そこまで難易度高くないのに、毎月の給料は、ね、3万円とか5万とかプラスになるんで、かなりいいと思います。そして、その他にもですね、不動産関係の資格っていうのはやっぱりいっぱいありまして、賃貸不動産経営管理士、これは2021年国家資格になって今人気資格ですね。200個以上の管理を担当 する場合はですね、この賃貸不動産経営管理士を置く必要があるということになって、需要が高まるであろうという予測がされています。そして3つ目、マンション管理士ですね、12,520人の、受験者がいて 9.9% 合格率、そこそこ難しい、規約の作成や組合のサポートなんかをします。一回ねマンション管理士だけで資格動画をね撮ったのがね何回かあるのかな、何個かあるので、ぜひそれを見てください。マンション管理士はですね、50代で合格すれば若手と言われるね、世界で、シニアに人気資格としてもよく出てきます。そして、4つ目、管理業務主任者ですね、これは賃貸不動産経営管理士と被りますね。16,538人が受験し 19% の合格率ですね。住人と管理会社の橋渡しをする仕事というふうに書かれておりました。そして、不動産鑑定士、これはもう不動産資格の中では最高峰じゃないでしょうか。1,372人が受験して、なんと143人の合格者ってことでね、これそもそも合格者がめちゃめちゃ少ないですね。かなりね難しい資格だと思います。不動産鑑定士の方とね、私は以前対談したこともあるので、ぜひねその動画見てほしいんですけれども、不動産鑑定士の先生ってなんかすごく、私は偏見ですけど、やっぱ変わった人が多いです、いい意味で。でなんかすごくですね、知的で、相当ですね、あんまり人が興味持たないことに興味を持っていて、すごくですね、なんかニッチなところに詳しいイメージがあって、話してて、ね、すごい楽しいイメージがあります。はい、勝手な私のね、偏見ですけれども。そして、次、土地価格調査士ですね、これ、3,859人受験して 10.4% の合格率、結構ねこちらも、少ないです。土地価格調査士の先生ともね以前対談したことがあるので、どういう資格か、気になる方は見てください。最後 FP、1から3級まであります。 FP といえば本田 FP チャンネルです。いや本田さんすごいですよ、本当に。やっぱり、ね、FP を、ね、目指したいって方は本田 FP チャンネルを見るべきだと思うんですけれども、この FP っていうのはですね、なんかこう金融リテラシー、なんかアドバイザーのイメージありますけれども、不動産関係あるのかっていうと、結構不動産売買のアドバイスやローンなんかのねアドバイザーなんかもできるということで、ございます。そう先日はですね FP の方とね初めて、ちょっと仕事で関わったことがありまして、私もですね本田さんと知り合うまでは FP の方が一体そもそも何の仕事をするのかっていうすごいイメージが湧かなかったんですね。 FP 取ったからで何の仕事するのっていう風に考えていたんですけれども、やっぱりね保険のアドバイザーだったりっていうことが多いですよね。で私ね六本木でバーやってるんですけれども、六本木のやっぱ保険をですねやっぱいろいろ入っているんですよ。食中毒になってしまった場合とか、なんか地震とかでね物落ちてそのグラス割れてしまったとか、そういう保険とかいろいろ入ってるんですけど、その保険の見直しとかね、新しく入りたいっていう保険、こんな保険入りたいっていうこと言ったら、紹介してく
ださったのがね FP の方で本当詳しくてねいろいろ頼りになりました。だからねこういう保険とか不動産とかのアドバイザーとして活躍してるんだなってことがねよくよく理解しました。まあそんな感じでですね不動産業界で役立つ資格7選ってことで、まあ、今回ご紹介しましたけれども、まあ、それぞれねどういう分野に入るかによりますよね。営業なのかとか賃貸管理とかも不動産もねかなりね細分化していろいろありますから、それによってと思いますけれども、まあなんか宅建士は、皆さんね誰もが、まあ、目指すというかね王道近くだなっていうイメージがあって、まあ、不動産の中でも難しい やっぱ不動産鑑定士だなっていうイメージがありますけれども、はい、まあ不動産業界で働いてみたいとかね興味あるっていう方はぜひですね概要欄にこのリンク貼っておきますのでぜひ見てください。それから、この子ですね、この子に関しても興味がある方はぜひコメント書いていただければと思います。いやー不気味だ。はい、ということで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。